身長美容医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もちょっと全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長の話したい人はチャンネル登録よろしくお願いします。本日お話しさせていただくのは、ね、全国のお医者様へってことですね、ご協力をお願いしますっていう内容にお話しさせていただきたいと思います。ズバリなんですけどね、身長治療ね、この身長先生ね、本当にたくさんの、ね、方に受けていただけるようになってて、本当に需要の高さを現状として感じております。でその中でやっぱりね、全国から私の治療を受けたいっていう方が非常に多いっていうところで、それをね実現させていこうというふうに現在考えております。まあ、幸いにもなんですけど、身長治療に関して言うとほぼほぼオンラインで済むんですね。なので全国の方を診察することは理論上可能になります。ただし一つだけ問題なのが、採血とレントゲン、これが定期的に必要になってくるので、それをですね、取っていただける病院を探しております。まあクリニックになるケースが多いのかなと思うんですけど、一般のレントゲンですね、手のレントゲン書は指先からこの頭骨の部分ですね、ここが映るように取っていただくのと、採血の肛門に関しては私は指示しますので、そのレントゲンが取れて採血ができるね、そういったクリニックを探してますので、そういった、ね、クリニックでご協力いただける方はぜひ、ね、メールアドレスの方下に貼っておきますので、そちらの方にご連絡いただけると嬉しいなというふうに考えております。もちろん、ね、皆さんのクリニックにとってもです、ね、プラスにならなくてはいけないですので、売上の何パーセントをです、ね、そのクリニックに、ね、キックバックするとか、そういった制度を、ね、今のところ設けようかなというふうに思っておりますので、ビジネスという側面で見れば、皆様からすると単純に採血とレントゲンをするだけで、あと全部こちらでやりますので、それで、ね、どんどん、金額的に入ってくるという形で、お互いウィンウィンな関係が築ける、さらに、社会にとってもウィンということで、三方よしが実現できるんではないかなというふうに思いますので、お医者様の方で、身長治療を、協力をしてくださる方、採血はどこの病院でもおそらくできると思うので、レントゲンの、ね、施設があるかどうかというところですね、そういったところを、クリニック様から、ご連絡お待ちしておりますので、ぜひ、メールの方を、送っていただければと思いますので、ぜひご連絡お待ちしております。それではまた。